お前方があいつらに苦しめられてきたんだよ。それをなんでお前5人しかダメだって平気で言えるんだよ。お前らがやってる警備っていうのは強制力なんか嘘もねえじゃねえか。なあ、我々国民に対する協力でしかねえじゃねえかよ。何を勘違いしてんだお前らは。待ってください。撮影班一人入るのに何があるんだよ。なあ、ロシアもしかり、中国もしかり、その国にある日本大使館はどれだけの多くの人間に攻め込まれてんだお前。日本だけじゃねえか、こうやってやってんのは。どの国見たってどれだけの人間が、大勢の人間が自由に出入りできんじゃねえかお前。そこの直近まで。ここにいるんだよ。人だってお前言ったよな。今度口聞けねえのかこの野郎。あ、口聞けなくなるんだろ。最初から口の聞くんじゃねえよバカ野郎。分かったかお前。おい、分からねえんだろお前。所詮5人だ6人だって言われなくちゃいけねえんだお前。おう、なんでお前らに腕つかまれて制圧みたいなことされなくちゃいけねえんだ。大きな間違いだろうがよ。少なくてもてめえら先輩だろうが。